ポートルイスはインド洋に位置するモーリシャスの首都、本島のモーリシャス島にある港湾都市で同国最大の都市、アフリカ有数の世界都市であり、2020年のグローバリゼーションと世界都市研究ネットワークではガンママイナスの都市と評されている。2015年7月1日の人口は14万9672人。ポートルイス県に属する。南度分。 東五57度31分30秒。ポートルイス市街地ポートルイスは、ポートルイスモカ山脈と呼ばれる山脈に囲まれている。この山脈の最も有名な山は、海抜800メートル、近いところにあるルクセ山とピーターボス山である。ただし、北西方向は海に面しており、ここにポートルイス港が開けている。ポートルイス市民の人気スポットは、シャンドマルスと呼ばれている。 国立競馬場や、ルカセルナと呼ばれる警察バラック、ルポートルイスウォーターフロントである。また、標高500メートルの篠山があり、市民がたびたびレクリエーションに訪れる。山頂からの市内の眺めは、とても良い。街のメインストリートは、SSR 通りで、イスラム教徒が多く、周囲にはモスクがある。市役所もこの通りに面している。観光地としては、ザ・コダンウォーターフロント、 ポートルイス市場、モーリシャスチャイナタウン島。また、国立歴史博物館、モーリシャススタンプ博物館もある。モーリシャスで一番古い郵便局もあり、そこにはマエドラブルドネの彫刻がある。また、島の動植物の層に関する研究をする、モーリシャス研究所がある。1735年、フランスのベルトラン・フランソはマエドラブルドネが、ポートルイスを建設した。 市名は、ルイ15世にちなみ、フランス支配下では、ポールルイであった。市民の多くは、19世紀にインドから来た移民の子孫である。主要な産業は、貿易や観光業。観光客の主な目的はウォーターフロントでのショッピング等。主な工業製品は織物、化学薬品、プラスチック製品、調合薬等。ワールドウェザーインフォメーションサービスポートルイス。 ワールド・ミティラロジェクル・オーガニゼーションリリーブド29セプテンバー2012アベレージ・コンディションズ・ポート・ルイスモーリシャス BBC ウェザー2012年9月29日閲覧ありがとうございます